この度、私、細川が、アホリに煽った、朝倉未来1000万チャレンジですが、残念ながら、落選してしまいました。応援していただいた、皆様のご期待に応えれず、大変、申し訳ございませんでした。しかしながら、今回、アベマ様が、お選びになられた、4名の方は、喧嘩の実力、話題性、すべてを兼ね備えた素晴らしい方たちであり、私、細川も、アベマさんの決定は、大いに正しかったと考えています。その4名は、皆様もご存知だとは思いますが、逮捕歴10回のチンピラ、過去に窃盗で逮捕された元アイドル、過去に大麻で逮捕された元アイドル、そして、おじさんです。4人中3人が逮捕歴あります。この4名を並べられると私は霞んでしまうと思います。喧嘩格闘技の実力も申し分なく、スター性があり話題性もある光り輝く4名だと思います。視聴者の皆様もそのように感じられていることでしょう。お一人目の逮捕歴で10回のチンピアの方ですが、YouTube に過去地下格闘技で出た際の映像がアップされてますので、皆様もぜひご覧ください。とても強いです。お二人目の過去に窃盗で逮捕された元アイドルの方ですが、今は工場で働いているようです。練習風景の映像では頭突きの練習をしていました。とても強そうです。三人目はチャンピオンのおじさんです。この方は現役のチャンピオンのようですが、加齢による体力の衰えが心配でなりません。とても強そうです。4人目の大麻で捕まった元アイドルの方ですが、どうしてもと、アベマ様から直接声がかかって、しぶしぶ承諾したようにしか見えません。とても強そうです。この企画は盛り上がることが間違いありません。ぜひ皆様もご覧になってみてはいかがでしょうか。チケットの購入の URL は概要欄に貼り付けておきます。この度は私が選ばれず大変申し訳ございませんでした。